はい、おはようございます。あ、おはようございます。ほぱなかです。あ、おはようございます。じゃあ、今日ここは、三重支店で、はい、フジトランスポート三重支店で、ゆっくり寝ました。寝ましたね。はい、結構、がっつり寝れました。そうですね、がっつりでしたね。はい、ちょっと、起きるの遅かったんちゃいます？はい。起きるの遅かったんちゃいます？いや、がっつり寝れましたね。がっつり寝てた。はい、僕はね、朝からね、朝シャンしました。ああ。はい、朝シャンして、朝シャンして、リラックスして、今からもうバリバリ走れます。そっから多分6時間ぐらい、はい、まあ5時間半か6時間、はい、まあ渋滞したら6時間ちょいぐらいになるんですね。なりますね。ということで今からフジトランスポート野田支店に向かいたいと思います。はい、よろしくお願いします。そっから時間があったらご飯行きましょうか。そうですね、時間あれば。はい、うどんぐらい。はい、ね、最近も食に貪欲じゃないんよ。貪欲ちゃうよ。でも納豆めっちゃ食うてるやん。大丈夫？でも納豆食うてるからかなんか知らんけど痩せてきたもんな。あ、納豆パワー、納豆といえばチャンケっていうぐらいまで、はい、ちょっと納豆おじさんです。納豆おじさんになるらしいです。は、はい、納豆おじさんよろしくお願いします。日本一の納豆おじさんでなってください。はい、お願いします。はい、じゃあほな行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう、行きましょう。このトレーラーもうめちゃくちゃ大きい。このトレーラーを野田支店まで改装します。はい、もうここに止めるもね、結構チャンケさんの誘導してもらってね、なんとか止めれました。僕はチャンケさんがその端っこに止めてって言うからこの端っこに止めました。めっちゃ怖かった普通に。でもなんかめっちゃ前までビューって伸ばして言うて、あ、もう俺の中ではもうここもう溝落ちるぐらいのケタケタに止めたつもりやってんけど、結構まだ余裕ありましたね。はい、まあでも十分です。はい、じゃあここから、亀山から乗って千葉へ向いて走ります。今回のスーパーグレードもグリルがかっこいいのついてます。チャンケさん、じゃあタイヤ上げてください。タイヤ上げてください。はい、じゃあ今回もまたここタイヤ上げます。はい、タイヤ上げることを覚えました。あ、上がりましたね、ここ。指2本分ぐらい上がるのかな。はい、こんだけ上がりました。チャンケさんが運転するトレーラーです。で、こちらが僕の運転するトレーラーです。車高灯は赤色がついてます。指1本どころじゃないですね。もうめちゃくちゃ浮いてますね、タイヤ。はい、じゃあ出発しましょう。あ、どうぞ。トランスポート三重支店出発しました。もうねちょっと夜やからもう全然わかんないんですけど、とりあえずちょっと出発したシーン撮りたかったんで、カメラ回してます。さあ、ほんだら、向かいにねチャンケさん走ってるんですけど、このまま亀山から乗っかっていきたいと思います。よし、もうカーブとか気を使いながら、おー、そのラインで行くんですね、チャンケさん。なるほど、もう前までいっぱい出してあれぐらい出して曲がる。なんか大げさなぐらい出して曲がったけど、ドアのガードレールから1メーターぐらい空いてるかなっていうぐらいでしたね。本日ね、トレーラー3日目です。はい、米子に1回行って、当日走って、で昨日は奈良から三重まで走って、今日は、三重、こちら亀山から乗っかって千葉の野田まで走ります。トータル1000キロぐらいかな。
こんなカーブでもな、もう左見て、もう線、車線、こうバーってはみ出さんように回るような感じで走ってます。いろいろやっぱり結局あんまり乗ることがないから、乗れる時にいろいろほんまに習得しとこうかなって思います。ちょっと窓開けよう、無駄に。あ、ここの ETC のレーンは広いですね。はい、最後可能。クリアの、浜松新浜浜松の、サービスエリアのとこまで来ました。なんかこの辺からはなんかごっついこう車が増えてきて、トラックとかちょっとあれですね、テールがパカパカ光ったりしたり、ちょっとテールがいっぱい見えてきました。はい。今日は天気良さそうですね。うん。もうここのサービスエリアに来たら、まあ間違いなく大体浜松餃子食べてました。懐かしいな。浜松餃子。でもね、パーキングどうやろう、もう空いて、もうでもあれかな、空車とか出てるから結構もう空いてんのかな。もうなんかパーキングもうまっすぐズドーンって止めるんやったらなんかこうできるけど、なんかちょっとでもバックセラーかーとかなるともう怖い。そう、どんどん行きます。まだまだですね、距離で言うたらまだ400キロぐらいありますね。5時半やで、5時半であと400キロ走るって。な、はい。いやもうこれがね、これが陸曹屋の仕事ですよね。はい。まあでも陸曹屋って、まあ陸曹屋っていうか屋じゃないけどな、どっちか言ったら陸曹部みたいな感じかな。はい、陸曹部みたいな感じやねんけど、まあ荷物とかの時間指定とかはないねんけど、うん、でもなんかこう向こうに到着したらその後またちょっとバタバタ動いたりもしたりするから、向こうでも仕事あるから、そうそう、あんまりのんびりもしてられへんねんけど、うん、そんな感じでね。はい、陸曹部、今のところね、陸曹部はちゃんけさんと、僕とですね、ですです、陸曹部。うん、そう、いつも奈良支店に行ったらな、いつもな、奈良支店に行ったらちゃんけさんと二人でお疲れ様ですって挨拶すんねんか。ほんで行ったらな、いつもな、おお、陸曹屋来たかーって言われんねん。そう、めっちゃ面白い。なんかこう工事してる、なんかめっちゃくちゃ狭いなこれ。気をつけて、左側。え、なにこれ、4車線もあったっけ、すごいな。ニュークリア、なんかごっつい道、車線増えてんな、増えたというか増えねんな、すごいな。なんか4車線化にしてるんや、全部4車線だったらすごいな。ただなんかあれやな、狭いのは嫌やな、車線な。
なんかゆったり広い車線で4車線やったんやけど、もうこんなカツカツとかやったら普通になんかもう普通に怖いんやけど、これあれ富士山かな、あ富士山じゃないな、なんか目の前富士山みたいなポコって山見えてんけど、まあまだまだまだやな。でも今日ちょっと富士山綺麗に見えるかもしれんな。楽しみです。なんかもう全てが楽しみです。はい、ほんなら駿河湾沼津に入ります。なんか止めれるかな、ドキドキする。もうちゃんけさん今駿河湾沼津入っていきました。なんかちょっと雲が多いな今日な。トレーラーワーク どこやろ。あードキドキしてきた。あかん、もう無理よしよしよし。あ、トレーラー枠、トレーラー枠よいしょ。あ、ここは隊列走行車両専用なんや。へえ。よしよし。ここもちゃんと大きく大きく行ってセンターが。こういうところってトレーラーどうやって止めるのかわからんねん。ちょっとこういってくねっていがむぐらいの感じなんかな。ちゃけさんどこ行く。止まれなかったんで、次のパーキングまで行きます。よいしょ。こうトレーラーってあの大型枠2車線使うから、こうなんかこう右側のところをこう入っていって、ほんでなんかヘッドをちょっと右にくねってさせて、その左側のところのなんかすぐ駐車場本線よしよし。あ、おわ、トレーラー枠大きい。開いてました。どうやってこのまままっすぐ入るような感じなんかな。トレーラー枠めっちゃ長い。ストロークが長いストローク、こんな感じかな。伸ばそう。よし、このまま真っすぐバック、真っすぐバック。
んでええんかな、全然わからん。よし、じゃあ到着しました。はあ、めっちゃ疲れた。じゃあちょっとね休憩します。あ、富士山見える。久々に足柄に来ました。ここおでんないんちゃいます。ただいま仕込み中です。なるほど、納豆ご飯食いてる。向こう戻る。今日は定食レストランでご飯食べます。さすが岡山の納豆おじさん。700円いただきます。いただきます。中さんと朝ごはんいただきます。今日は静岡のしらす丼です。納豆定食400円ね。しらす美味しいですね。美味しいですか。生産はあ、うまい。染みますね。染みますね。昨日なんやかんやと晩ご飯食べてないもんね。食べてない。食べてない。はい、寿司うま。ほんならここ天神屋さんやったんか。朝定食食べました。鮭のやつでちょっと小ぶりやってんけど、まあ十分お腹いっぱいになりました。はい、じゃあトラック戻ります。はい、ほんなら朝の7時頃来たから、ここトレーラーの枠、空いてました。結構空いてて、はい、もうまっすぐビューっていう感じに入れれたんで、はい、素人の僕でも簡単に入れれました。よかったです。さあ、ほんだらね、残り200キロぐらいかな、行きたいと思います。その前に、はい、ちょっと一回り点検します。ほんまに回るだけやけど、よっしゃ、OK ですね。なんか謎のなんか入れ物見つけました。なんやろこれ。ここに一本なんか四角いなんか長いのがあります。ちょっとここ開けてみます。何が入ってるんやろ。何にも入ってない。はい、じゃあほんだらね出発準備します。